どうしたんだ？私がお前を？なんでそんなことしなくてはならない？冗談じゃない。言う妙な誤解があってはいけないからな。いいか、私は陛下を探しているんだ。誰がお前なんかを。いや、そのはずなんだが、部屋にはいなくてな。そば使いの者に聞いてもわからないというので、心配になって探しているんだ。それに、なるべく早く渡してほしいものがあるんだ。だから余計に。親書だ。騎士団や歩兵隊に対しての進軍命令を記したな。ああ、はっきりとボルド軍の動きを確かめた今、全面的にローアンナはボルドとの戦争状態に入ることとなる。気を引き締めていけ。先陣を切っているのは私たちなのだから、道を切り開いていかなければ後が続かなくなってしまう。遠くには行っていらっしゃらないだろうと思うが。で、あっさん、こんにちは。え、わかります？Thank you.
では見るか。そうだ兄様、さっきミーナから聞きましたよ。実は森では大活躍したそうですね。さすが兄様。やだ、気のせいですよ、気のせい。そんなことないです。私また変な状態になってしまったみたいだから、なんでだろうとちょっと考えていたんです。神がかりだとか皆さんからは言われますけど、なんだか自分の知らないところでそうなっているのが怖くって。ええ、その前に気分がすごく悪かったことだけは覚えていますけど、再市長様のおっしゃることも正直もっともなんじゃないかって思うんです。私にそのつもりはなくても、見る人が見れば私はただいい加減なことを言っているだけなんじゃないのかなって。たまたまかもしれませんし、私のこと怖くないんですか？突然二重人格みたいになったりして。ねえ兄様、私の力、兄様のお役に立ってます？よかった、そう言ってもらえて。兄様が私のことを信じてくれているのなら大丈夫です。他の人から何か言われても多分平気だと思います。はい。ルー、ん？ミルカは何を？ミルカにそう言ってもらえるとすごく嬉しい。ル、ええ、でもちょっと今は散歩をしていたいんで、私は後から行きます。ユリシア様ですか？いいえ、宿屋にいらっしゃるんじゃないでしょうか。ええ、じゃあ兄様また後で。あら、マスさん、ユリシア様は見つかりましたか？みたいです。この駅士の方がそばにいらっしゃるはずなので大丈夫だとは思いますけど、ちょっと心配ですよね。
でも今は仕事をしているわけではなく、サージェス様の衣服をお片付けしているだけですから。そんなのじゃない。あら、何か落ちたみたい。これ見覚えがあるわ。ずっと前に私これを見た気がするんです。このロケット、サージェス様は以前から持っていたんですか？ここにこんなものがあるわけないのに。私、失礼します。